はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第290回でございます。めちゃくちゃご無沙汰してます。ということで3週間ぐらいですね、お休みいただきまして、ダラダラジオね、久々になってしまったんですが、今回のテーマはこの人生でできることというテーマです。であと左上から福岡で、右下にマイナスっていうのと授業っていう、まあそんな話をしていきます。でまあさすがに3週間時間が空きましたので、いろんなことがありました。で本当いろんなこと喋りたいので、あっちこっち行くきっと話が、一応この人生でできることっていうテーマに沿って話してはいくんですが、まあ、いろんなことを思いついたままに話していくので、まとまりのないちょっと長めな動画になるかもしれないので、まあ、時間見つけてね、まあ、寝る前のちょっとうとうとしながら聞くでもいいし、まあ、好きなタイミングで聞いてください、ね、時間潰しでも、暇つぶしでもね、よろしくお願いします。時間潰してなんだ。では行きましょう。でですね、まずちょっとマイナス的なところから、まあ、右下のマイナスってところがそこに入るんですけど、から話していきます。実はこの話ずっとするか迷っていたことがあります。話としてね。で、まあ、本当は話すつもりなかったんですよ、伏せてというか隠して、まあ、隠してもいける内容だからさ、いいかなっつって。だけどこの3週間いろんな人に会いました。でいろんなことがありました。でその中でやっぱり、そういうのも見せてっていいんじゃないかなと思って話すっていう形になりました。はい、グダグダですけど。でまず何かっていうと、実はですね、ここ数ヶ月結構体調が悪かったんです、自分。まあ、今でもなんですけど、特に夜ですね、まあ、日中も結構なったりするんですが、夜ねこう吐き気がすることが結構多くて、最近は。でよく生放送とか夜やってたことが、まあ、多かったんですね。まあ、ツイキャスとかもそうですね。ツイキャス見てくれた子なんかは、ツイキャスもその YouTube の生放送も雑談だろうが勉強だろうがね、まあ、夜のが人集まりやすいからさ、で全然やってなくって、で勉強に関しても一緒に勉強するやつやるよって言ってたんだけど、できてないんだよね。そうで本当ごめん、待ってた方はもっと申し訳ないんですけど、で夜体調がなかなか、悪い日が続いていて、で起きてたとしてもこう、まあ、頭痛かったり気持ち悪かったりすることも多かったりとかして、で仕事も、まあ、なかなかね夜手が回らなかったりとか。だから、まあ、うちね子供が2人いるからさ、子供を9時に寝かしつけるんで、一緒に寝かしつけて、で今までは子供が寝たなと思ったらそーって寝室出てって、まあ、パソコン起動してみたいな感じだったんだけど、そのまま一緒に寝てしまうようにすることが多くなりました。その方がまあ昼間はね仕事が回りやすいので、まあ、そんな感じにしてたんです。で、まあ、その分生放送ができなくなったと。で夜がうまく時間使えなくなって、夜だけだったらいいんだけど、昼間もね結構こう体調が芳しくない。これちょっと心身ともになんだよね。体だけだったら、まあ、病院行ったりとか薬処方されたりとかでいいと思うんだけど、実はそっちだけじゃなくて、ちょっとねこう心身の心の方もねこう不安定な時期がちょっと続いてしまっていて、なかなかこうなんだろうな、コンスタントにいろいろこなすことができなくなってしまって、そんなことが続いてました。だから動画投稿のペース結構遅くなった、亀さんペースでしょ今、あんま投稿できてなかったりとかしてね。そうで理由はいくつかあって、でその理由としてひとまず上半期の自分の時間の使い方にこれ非常に問題があったんです。何かっていうと、まあ、今年チャンネル登録者85万人っていう目標を掲げてって、であと20万足らないわけですよ。で正直85万ってその目標を立てた時も厳しすぎる目標なの。まあ、いつもそういう数字のね目標を立ててるからさ。でもなんとかして、まあ、この85万ももちろんそうなんだけど、来年2020年度のうちに100万人っていうのはこれも絶対達成したいとかするの決めてんの、これは。だからそのためにも数字をやっぱり今すごく求めてたのね、上半期で。いろんなことやんなきゃな、授業だけじゃダメだなとかさ、いろいろ作戦立てたりとかしてて、でいろんなことをやったわけよ。でその授業以外のことっていうのは、例えばコラボだったりもそうなんだけど、あのプログラミングね、今投稿してるプログラミングシリーズもそうなんだけど、編集ががっつり入るものなので、今まで授業動画はさ、俺編集が入らない、まあ、エンディングつけるぐらいだから最初すぐ終わるから。で自分が、家でこうトークする、みんなにこういろいろ話をするっていう動画も多少編集入るんだけど、それでもね3時間4時間で終わるの、だいたい1本、なので、まあいけるんだけど、やっぱコラボとかあのプログラミング系とかは結構かかるよね。コラボとかやっぱ2日とかかかる時もあるからさ、編集で回らなくなっちゃって、
でもいろんなことをこう詰め込んでやってしまったって言うけど悪いな、やったからその編集っていうタスクが増えていくわけよ。でそれだけならもちろんいいんだけど、そこにねありがたいことに取材が入ったりとか、まあ、他の仕事も入ってくる。そうした時に完全にパンクしたんだよね。どっか動画のどっかで話したことがあるんだけど、自分の自己分析として一個のこと一つのことをやるって時はめちゃくちゃエネルギッシュにできる自信があるの。結構負けない自信がある、そこに関しては。でもそのやるべきことタスクが2個3個って複数に増えてしまった時にめちゃくちゃ弱いんだよね。みんなが学生時代もそうで、まあ、大学受験とかさ、一応国公立受験だったから科目数が多いじゃん。この科目1個やるっていう時は全然やれるんだよね。すげえもんね、何時間でも集中してやれるみたいなパワフルな時もあるんだけど、その時にあれもやんなきゃこれもやんなきゃって思うとペンが止まるんだよね。で思考が止まるので、できなくなるので、できない自分にげんなりしてっていう悪循環に落ちていくっていう。でそれ分かってるから、だからこそその勉強する時とかはもう順序を決めるの、優先順位を。今は数学をやるべき時だからって。もちろん英語とか物理とか気になることはいっぱいあるんだけど、今はお前はこれをやれとね、あと今日と明日この2日間使って、2日間しか使えねえぞ数学、いいかお前みたいな感じでこう優先順位を決めて、今やるべきことを1個に絞るっていう。でそうやって対処をしていったタイプなんだけど、でもちろん仕事でもね、今までもいろいろ重なる時は重なるからさ、1個今はこれやろうみたいなあったんだけど、こう編集っていうのはさっき言った通り1日とか2日とかかかるものになってしまうとさって終わらないんだよね。そうすると続かないっていう、モチベーションが続かないっていうか、そう集中が続かないんだよね。であっちこっち、うわーどうしよう、わーわーわーみたいな、でわーわーわーって言ってるうちに次のやったものがどんどん増えていって、で完全に動けなくなった。だからまだ投稿できてないんで、今ちょっと YouTube 側のね承認が下りてないんでまだ投稿できてないんだけど、オルタナチャンネルの内藤さんとのコラボ春休みに撮ってんだよね。投稿できてないんだよまだ。で編集も終わってて2本投稿できるんだけど、でもその承認が下りたら投稿してると思うんだけどさ、こんなに遅れちゃったでしょ。本当内藤さんにも申し訳ないんだけど、ね、みんなにも申し訳なかったし、そうでこういう感じになってと。で夏休みね、で今年の夏休みさ、うちのチャンネルってめちゃくちゃ伸びないの、数字が。これ毎年ね、7年間ずっとそう、夏休みが一番伸びないって言っても過言ではない。4月あと3月の終わりから4月とこの夏休みが伸びなくって、でも伸びないからこそチャンスだと、じゃあ毎日投稿でもするかとか思ったの。今うち1人スタッフの子がいて、その子と打ち合わせしながらどうしようかみたいな話をしながらさ決めてたんだけど、で毎日投稿とかしてこうちょっと頑張るかみたいなもう思ってたんだけど、結論としては夏休みは頑張らないって決めたの。頑張らないはちょっと語弊があるんだけど、分かりやすく言うと頑張らない。どういうことかっていうと、今まで上半期にやり残したかできなかったことをひとまずそっちをやろうって、ね、勉強動画今多分この夏休み通算1本しか投稿できてないんだよ俺、勉強の授業動画って。でもその9月以降にもううちらの作戦としては9、10、11、12のこの4ヶ月、9月からの4ヶ月でもう20万人伸ばせるようにやっていこうと。そのために夏休みは今までできなかったことをもう一回心を落ち着かせてしっかりそこをやろうって。でそれプラスちょっとコラボがいろいろ決まってたんで、例えばこの前ブレイクスルー佐々木くんとコラボさせてもらって、でそれ投稿したでしょ。であと実は2本コラボ決まってんの、結構すごいコラボだと思ってる自分の中では。そうまあ対談なんだけど、またね対談させてもらうので、それをまあ投稿が8月間に合うか分かんないけどしようって、でそこに集中しようって思って、だから本当に申し訳ないんだけど勉強動画に関しては今本当にスローペース、スローのスローになってる、うん、でもそれがきっと自分の今のやるべきことなんだなって思ってるので、今回のちょっと話にメインテーマに戻すと、この人生でできることってあるでしょ。分かってたことなの、実は分かってたことなのに欲張って上半期自分で潰しちゃったんだけど、人生でできることって実はそんなに多くないんだよね。そう多くない、まあ、まあ寿命がまあ80年とかって言われてて、80年使ってもできることってそんなに多くないと思うんだよね俺の中では。いや分かんない、基準があるきっと、みんなにとっては多いかもしれない、でも俺にとっては多くないと思ってるのね。でだからこそ欲張りたいし、できないって分かってるからこそこういろいろやってみたいみたいな、これ矛盾なんだけどね、まあ、そういった感情にもあるんだけど、でもねその今回福岡って書いたのは、俺
父親も母親も実家が福岡で、でこの前ちょっと福岡に帰省してきたのね。でこれは、今年うちの父親の弟さん、まあ、おじさんだねが、急死して亡くなったの、突然死してしまったのね。54か55ぐらいかな、突然亡くなってしまって、でちょっと葬式とか仕事の関係で行けなかったから、初盆だったからさ、そう初盆で行ってきて、でまあ例えばいとこにね13年分に会ったりとか、まあ、いろんなねじいちゃんばあちゃんに会ってきたりもしてきたんだけど、でもそこでいろんなことを思って、でばあちゃんもさ会ったの4年ぶりか5年ぶりかにじいちゃんばあちゃんにも会ってきたんだけど、もう地方とか老衰でね自分のことがもうわからない、父方のばあちゃんもわからなくてさ、そうきっとね分かってなかったと思うんだよね。で母方のおじいちゃん5年前はすごく元気でさ、うちの息子孫だよね、孫連れてった時に、孫じゃないひ孫だ、連れてった時にも結構一緒に遊んでたりしたんだけど、でももう老人ホームみたいなところに入ってて、で会いに行った時はすごく調子が良かった時で、自分のことも分かったんだけど、でもそのちょっと前の時はうちの母親、つまりじいちゃんからすると娘だよねが分からなかったりとか、そういう時もあったって言ってて、そういうの見た時にこう自分の人生をすごく考えたの。もう自分34だからさ、そう、まあ折り返し点は来てるとは思ってないけど、でもきっとあと、まあ、何十年っていう人生の中でできることって多くないよなって思ったの。そう教育を変えたいとかいろんな話をしてるけどきっと多くない、でも多くないからこそ優先順位決めて自分ができることをやっていこうって思った。諦めじゃないんだよね、そんなに多くないって思うこと諦めじゃないの、だからこそ自分の人生しっかり使ってやるべきことやろうって思った。どうせって言うのも悪いけど人は死ぬ、いずれ死ぬから、そうだから自分ももう分かんないじゃんいつ死ぬかなんてね、突然亡くなってしまうかもしれないし、でもどこで死んだとしてももしかしたら後悔は残るかもしれないだけども、できることをやっぱり一個一個やっていこうって、そうで何が言いたいかっていうと、いろんなことやろうと思ったの、数字って思ってたから、どうしても登録者行きたかったからそう思ってたけど、ひとまず一回数字から目を離そうって思った。そうそれは勝つために、諦めるために話すんじゃなくて、勝つために一回この8月はやっぱり一回数字から目を離そう、数字から目を離して今できること、自分がやりたいことをしっかりやって、で自分と向き合って9月以降にしっかりみんなね使ってくれてる勉強動画を使ってくれてるユーザーのみんなにもう一回還元できるように、うん、何ができるかっていうのをやって考える時間に当てようっていうふうに思いました。ちょっと本当長々とねダラダラ話しちゃってるんだけど、今回この動画を通して、このダラダラジオを通してみんなに何を伝えたいかっていうと、やっぱり自分の動画使ってくれてる子って、例えば生きるのに疲れてしまったりとか死にたいって思ってる子もいるし、きっと死にたいって思ってないんだけど、なんか毎日が退屈だって、なんかつまんねえなって、なんだろうこのままでいいのかなとか、いろんな自分の人生に対してネガティブなイメージを持ってる方ってやっぱ多いと思うのね。それは学生の時やっぱ多いんだよね、そういう子たちは。自分もそうだったし、でも自分の命を大事にしてくれとか、まあ、そう思ってんだけど、そういったことが言いたいんじゃなくって、人生でできることって多くないよって、そう多くを求めてもそれはやっぱり叶わないことの方が多いんだよっていう、だからこそ自分が自分の人生で何をしたいのかって、自分の人生だからね、みんなの人生だよ、そうそれが誰かのために生きたいっていうのもありだし、自分のためだけに生きたいっていうのももちろんありだと思う。もちろんしたら人に迷惑をかけるとかさ、そういうのはまあ除いてね、そこはちょっと除かなきゃいけないけど、自分がしたいからって人を傷つけていいかって、そんなわけないからね、それはダメなんだけど、だけどやっぱりみんなのそのなんだろう、まだ10代か、まあ、20代の方もいると思うけど、これからの人生の、まあね、残りの人生を使って自分がしていきたいって思うこと、おそらく1個のことだ、1個これをやりたいって思ったとしても、それを人生全部使っても叶わない人も多いと思うんだよね。やり遂げられない人も多いと思う、自分もそうかもしれない。そうでもやっぱり自分のこの人生使って何していくかっていうことを決めれるっていうのは、人生を豊かにする1個のなんかエッセンスというかスパイスになるのかなってすごく思ったから、なんかせっかく夏休み今時間あるしさ、考えてほしいなって思いました。はい、でまあ、そういうのもさ、その福岡行ってじいちゃんばあちゃんに会ってきたりとかね、初盆でまあ墓前だけどさ、おじちゃんの前に、俺おじちゃん大好きだったんよ、
そう、実はあの投稿しなかったんだけど、ダラダラジオ、じいちゃん、おじいちゃんが亡くなったって聞いたその日の朝に撮ってさ、そう、でもあまりにも号泣しすぎてちょっともう聞かせられるもんじゃなかったからさ、あのアップはしなかったんだけど、めちゃくちゃ泣いたんだよね。本当もう何年か分泣いたんじゃないかってぐらいめちゃくちゃ泣いた。そう、本当悲しくて、だからおじちゃんの墓前行ってもあんま実感湧かなくてさ、なんかまた LINE 来んじゃねえかなって思うぐらいなんだけど、そうだけど、まあまあまあそんなこともあったりとかで、その右下の授業っていうのはこの前あの予備の日のたくみくんのさ、ちょっと授業を受けてきたんよ。そう、すごいメンバー、多分ツイッターで見た方いると思うんだけど、すごいメンバーだった生徒、俺もいたし、クイズノックからさ、ふくら P とか菅井くんとか、あと、デンガンさんと花尾さんいたりとか、あとキムさんと、あの元僕入りの田中さんがいたりとかもうなんかね、恐ろしいメンツが集まってる授業に参加してもらって、でやっぱ久々に授業をちゃんとこうやって受けたけど、やっぱ授業っていいなって思ったんだよね。でやっぱ自分は授業することしかできないし、例えば匠みたいにすごいこう深い知識のこともできないし、基礎的なことを分かりやすく伝えるっていう、そんな授業しかできないんだけど、で一時期その自分の授業ってさ、誰でもできるんだよねこんな授業って思ってて、でいや自分じゃなくてもいいのかなみたいな、いろんな方出てきたしさ、そう、自分が授業っていうところで頑張んなくてももういいんじゃないかなって、ちょっとネガティブに思ってる時もあって、悲観的にね思っちゃったんだけど、やっぱそうじゃねえなって思って、うん、授業っていうのはやっぱり万能ではないし、たくみくんの授業って俺は大好きなのだけど、じゃあたくみくんの授業がしたことによって1000人がいて1000人全員救えるかって、そうじゃないんだよね。 そこに噛み合わなかったりとか、たくみくんの授業は合わないっていう子もやっぱり出てくる。自分もそう、自分の授業に合わないって人も出てくるわけだから、だからこそ今はね、いろんな方で見てもらえてるし、いずれもしかしたらそうやって見てもらえない日が来るかもしれない。でも一人でも二人でもそうやって少なくなったとしても自分の授業を見て勉強したいっていう方がいるんであれば、やっぱりやっていく価値はあるし、でもちろん、少なくなる可能性はあるかもしれないけど、そうならない自信はあるから今はね、今ちょっと回復したからさ、そう思ってるから、うん、自分の授業に誇り持って、やっぱりいろんな人にさ、こんな簡単な授業やってて意味があるんすかとか、見て受けるとかね、言われることあるんだけど、まあ、そんなさ意見はさ、ほいほいっつって、知らねえよっつって、そう、それでも自分の授業で頑張ってる子がいる限りは、その子たちを応援する意味でも自分も頑張んなきゃいけないんで、だからこそ、まあ、ちょっといろいろ話が二転三転してしまったんだけど、やっぱりこの、まあ、ダラダラジオも含めてだけど、このチャンネル頑張ることによって、まあ貢献できたらなと思います。はい、自分の人生できること多くはないですけど、でも YouTube で勉強するっていうことがもっともっと浸透してね、なんか世の中の学生の勉強の仕方が変わってって、でね、それが変わってって浸透したらね、学校の授業自体も変わると思ってる。変わる、変えてみせるって思ってるから、それが俺の人生のうちで間に合うかは分からない、俺が死んだ後になるかもしれない、それに関しては、うん、だとしてもきっかけは作れたと思ってるし、うん、自分の生あるうち、生きてるうちはしっかりね、この教育っていうところに影響を与えれるようにね、やっていこうと思います。はい、みんなも頑張ろうね、頑張ろうってか頑張ってんだけどね、みんな頑張ってんだよ。悩むことも頑張ってるだからね、悩んでて何もしないっていう風に落ち込んでる人いるけど、違うんだよ、悩むことも頑張ってんだって。だけど足を止めてる時間っていうのは長くなればなるほど落ち込んでしまうから、ひとまず自分の中でなんか道がちょっと見つかったら、うわー怖えなーって思うかもしれないけど、でも踏み出すのは大事だよ。いくらでも戻れるし、いくらでも遠回りだとしても U ターンすることもあるかもしれないけど、それは正しい一歩踏み出すってことには価値があるからね、ぜひぜひお互い頑張っていきましょう。そんな話でございました。はい、ということで長くなっちゃったね。ここまで聞いた方は本当にありがとうございました。飛ばさず聞いてくれてたらすごいね、19分か本当にありがとうございます。でまた次回はですね、おそらくは日曜に上げれるかなとは思うんですが、あの他にあのテレビの告知の動画とか、まあ、さっき言ったコラボの話とかいろいろね出てきますので、まあ、8月ねちょっと授業っていうものに離れてしまうことはあるかもしれないんですけど、まあ、このチャンネルいろいろ投稿していきますので、よかったらねまた他の動画も見てみてください。では今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。